そうですね。レースゲームのサウンド開発っていうのは、まあ、ビデオゲームにおけるサウンド開発の中でも多分一番難しいジャンルの一つなんです。僕らは、まあ、今回のグランツーリスモスポーツに合わせて、まあ、データキャプチャーの方法も変えましたし、それの同時にそのキャプチャーしたエンジン音に加えて、それぞれのエンジン形式別にきちんと物理ベースのエンジン音のシミュレーターを回して、その音と実際にキャプチャーした音を組み合わせてグランツーリスモスポーツのサウンドを作っています。結果はすごくいい状態ですね。これまで聞いたことのないような「This is Fault」